them up 阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが1月16日の火曜日なんですけれども、今回の動画はそろそろ発表されるでしょう。この2024年春のキャンプ、1軍スタートメンバー徹底予想です。さあもうキャンプまで2週間ちょっと、スケジュールも発表されましたが、どの選手が1軍スタートをつかみそうなのか、そして岡田監督の構想により、主力選手が複数2軍スタートになる可能性もあるということで、この点について でもお話をしていきますよかったらぜひとも最後までご覧いただけると嬉しいですでは早速お話をしていきますが今回は一軍キャンプスタートメンバーの徹底予想です先日タイガースの春のキャンプ日程も発表されました 1>, 1軍2軍ともに2月の1日から27日までで2月の23日からオープン戦が始まりますがタイガースはその前に対外試合を複数予定しています1軍の対外試合スタートは今のところ17日ギノザでイーグルスと練習試合でおそらくその前に紅白戦が行われると思いますんで、まあ、初実戦というのは一旦そこになりそうですでそれに伴って今回考えていきたいのは誰が1軍スタートになりそうなのかここですね、まあ、というのも昨シーズンの流れを思い返すと1月の19日に春のキャン キャンプ1軍メンバーが発表されましたで合計41選手でキャンプ開始前にアクシデントもありスタートは40選手になったんですが、まあ、今回はその人数ベースに一体誰が1軍スタートをつかみ取りそうなのかここについてお話をしていきますでは早速予想の方を始めていきますがピッチャーに関しては20人去年と同じ数だけね予想してみましたが西純也投手青柳投手伊藤将司投手紋別投手佐伯投手浜地投手及川投手村上投手桐式投手 大竹投手、富田投手、岡め投手岩佐投手、石井投手ビーズリー投手、川原投手下村投手、シーバ投手漆原投手、ゲラ投手、この二十人そしてカッコ書きで高橋春人投手の名前もありますがここは正直ちょっと読みづらいところがありますね高橋投手の最新事情に関しては先日の動画でもご紹介しましたが現段階で百四十三キロまで出ていて順調に来ていると早ければ二月中実戦当番するんじゃないかという話もあるんでその過程を直接岡田監督が見たいという いう考えなのであれば、高橋投手の1軍キャンプスタートというのはあるかもしれませんが、いやいや、まだ143キロなら2軍でじっくり投げてこいと、まあ、そういう考えに至れば、まあ、高橋投手は2軍スタートと、そういう流れになるかなと思いますんで、一旦本予想では、高橋投手の名前は外すという形にさせてもらってます。で、この20選手の名前を見ていただき、え、あの選手の名前がないじゃんと、もしかしたらツッコミいただくかもしれませんが、そこに関してはまた後ほどお話をさせていただきます。まあ、特にピッチャー、新戦力がかなり多いですね。門別投手は 言わもがな岡田監督ものすごい評価出してますし昨シーズン一軍キャンプスタートじゃなかった選手で言うと及川投手であったり富田投手で育成の川原投手もまあおそらく一軍スタートになるかなという風に予想しますであとはもう完全な新戦力ルーキー下村投手であったりシーバ投手現役ドラフトで獲得した漆原投手に新助とゲラ投手ですのでもう完全新戦力のメンバー込みで考えると去年とは半数近くメンバー入れ替わるんじゃないかなという風に予想しますんでさあ一体どんなスタートになっていくのかでは続いて 昨シーズンは3人でスタートしましたので今回本予想も3人予想。 梅野選手、坂本選手、中川選手です。で、括弧書きで藤田選手の名前も入れていますが、もしかしたらキャッチャー4人スタートになるかもしれませんね。で、まず梅野選手と坂本選手に関しては言わずもがな、タイガースの軸となるキャッチャーの2人です。まあ、岡田監督も今シーズン、また梅野と坂本で143試合戦うと、まあ、そういうプランというのも明かしてますんで、まあ、おそらく今シーズンもピッチャーによってキャッチャーを入れ替えていく、そういう形になるかなと。まあただですね、これに関しては何度もご紹介していますが、タイガースの未来というのを考えて いくといつまでも梅野選手坂本選手におんぶに抱っこではいけないだからこそこの岡田政権2年目新しいキャッチャーの育成で実際思い切ってそういった選手たちを1軍のゲームで使っていくここも一つ2024年ポイントになるんじゃないかなというふうに思うんですねとなってくると昨シーズン栄田選手や長坂選手が1軍でマスクをかぶりましたが若手キャッチャー、まあ、岡田監督は高卒キャッチャーというところをね一つポイントに置いていますが中川選手ここ期待のプレイヤーとして名前上がるかなと中川選手は今シーズン シーズンが高卒3年目、昨シーズンは5月にプロ初昇格を果たしましたが、出番というのはありませんでした。で、オフにアジアウィンターリーグ派遣されていましたが、右足の負傷で残念ながら帰国。ただ、その幹部は順調に回復し、2月の1日いいスタートを切れるんじゃないかという状態になっています。で、中川選手は成人式で声をかけられたり、サインを求められたそうで、めっちゃ応援してくれてるなとプロになったことを知ってくれていて嬉しいし、頑張ろうと思いました。まずは初出場してどんどん上で活躍していきたいと。そしてもしかしたら同じく高卒キャッチャー。 藤田選手も一軍スタートになるかもしれません。まあ、2年連続、ホークス海選手の自主トレに参加していますが、層が厚いからといって、出ないと意味がない、今年で終わりぐらいの気持ちで突っ走ってやろうかなと思いますと、まあ、実際、中川選手と藤田選手は去年春のキャンプ、入れ替えという形で1軍キャンプを経験してますからね。ですので、昨シーズン中、中川選手を一度上に呼んだ理由と同じく、1軍ピッチャーのボールを受けて成長してほしいと、そういった岡田監督の考えが反映されれば、中川選手、藤田選手が同時に1軍スタート。まあこの 流れももあるかなとというこででキャャッチーはは人人しく予想させていただきますさあ、では続いて内野手の予想ですが、合計10人。木浪選手、大山選手、熊谷選手、佐藤輝明選手、渡辺選手、糸原選手、小畑選手、中野選手、上田選手、原口選手、この10人。さあ、内野手は合計10人。ちなみに昨シーズンと同じ数で同じメンバーです。内野手に関しては、ほとんど大きな変化なく、この2024年も走るんじゃないかなというふうに考えます。もししかたら 延長者糸原選手であったり春口選手は2軍でじっくり調整を積んでスタートとまあ、そういう流れもあるかもしれませんが、まあ、野手に関しては細かい連携プレーというのがありますんでまあ、特に2人は内野手ですからね、まあ、サインプレーとか色々入っておかなければいけないというところも考えると野手は基本的にまあ、どの選手でも1軍スタート1軍での調整になるかなという風に考えますまあ、ただ内野手に関しても新戦力の対等というのは必須ですまあ、先日和田谷軍監督が直接名指しで言及した3選手動画でご紹介しましたがその中で 軍軍経験ががある高寺選選選手手手だったたたり和田軍監督が一番伸びた選手と評価していい遠藤選手もいます、まあ、昨シーズン、タイガースの内野陣は中野選手筆頭に、誰も大きな怪我なく離脱というのがほとんどありませんでした。まあ、佐藤選手が一時2軍調整期間があったぐらいで、バックアップの選手含め大きな怪我による離脱がなかった。ただチーム全体で見ると梅野選手や近本選手がデッドボールで、まあ、骨折離脱というのがあったりで、一体どうなっていくかというのは全く読めません。まあ、だからこそ連覇に向けて、内野手も新戦力の台頭というのは 欠かせないまあ、ですので、2月の中旬に行われる予定の紅白戦、ここはもう1軍2軍スターとは関係なく、岡田監督の目の前でアピールできる期間になりますんで、ここでの活躍、岡田監督におっと思わせることができるか、まあ、これがね、まあ、一つ若手選手にとってはポイントになるかなということで、内野手はおそらく去年と同じメンバーで始まるんじゃないかなと予想しますが、キャンプ中の入れ替えというのはあるのか、ここの争いというのも注目しましょう。さあ、ではラスト外野手ですが、合計8人です。森下選手、近本選手、ノイジー選手、井上選手、 三選選選選手手手手前川選手小野寺選手野寺口選手この8人さあ、外野手に関しては去年と半分近くメンバー入れ替わるという形になりますね。まあ、高山選手と板山選手は残念ながらチームを去るという形になりましたし、まあそこに去年、怪我で遅れてしまった森下選手や前川選手が入ってくる。まあちなみにもともと前川選手は昨シーズン春のキャンプ、スタートの時点で名前はあったんですが、まあ、そのキャンプ直前に故障があったんで、外野手は8人から7人に変更され、そのままスタートという形になりました。で、あと去年1軍スタートじゃ なかった選手で言うと小野寺選手と野口選手この2人ですよね小野寺選手は昨シーズン爪痕を残して間違いなく去年と違ったスタートを切れますしおそらく野口選手も岡田監督の評価から考えると一軍キャンプスタートというのは濃厚でしょうでそれぞれの選手が一体どのポジションで勝負をかけていくのかというところまずセンターは近本選手ここはもう完全固定ですねノックでは誰か日替わりでね、まあ、他の選手が入ったりという感じはあるかもしれませんでもしくはちょっと忙しくなりますが内野の熊谷選手や上田選手が入るこの流れも あるかなとで、レフトがメインになりそうなのが、ノイジー選手、井上選手、三重セ選手、野口選手の4人。で、ライトが森下選手、前川選手、小野寺選手でしょうか。で、先ほどアップした動画でもご紹介しました。よろしければそちらもご覧いただけると嬉しいですが、平田ヘッドは野口選手、小野寺選手のポジション問題について言及してました。岡田監督は支配下登録したばかりの野口には、まず本職の外野に専念させる考えみたいやけど、小野寺はサードとかファーストでも競わせるんじゃないかなと、このようにコメント。まあ、ですのでキャンプ 内野複数ポジションでなおかつ外野も守れる選手というのが結構いますからねま熊谷選手であったり上田選手は足も使えてなおかつ内外野守ることができるで小野寺選手本職は外野ではありますがサードファーストこういったポジションに本格的挑戦という流れも考えられますんで一軍全体のユーティリティ枠の争いここも2024年激しくなるかなという風に考えますで最後になりますここまで動画をご覧いただきまして特にピッチャーのところで疑問持たれた方も多いかもしれませんいやいや確実に一軍スタートを 経験豊富なピッチャー入ってませんよとそのご指摘ごもっともなんですが岡田監督は秋の段階でメンバーがだいぶ変わるかもしれんな可能性あるわ岩崎とか年齢が上の方はちょっと二軍スタートにしようかなと思ってる調整任しといても大丈夫なやつはとこのように言及してたんですでその記事の中で名前があったのが西雄貴投手岩崎投手岩沢投手青柳投手この4人でしたでこの4人の名前出てましたが実際岡田監督のコメント内にあったのは岩崎投手だけなんですよねでその中で青柳投手は 今シーズンリベンジを期す大事なキャンプになりますしちょっとここは僕の個人的考察ということでキャンプメンバーに入れてみましたまあですので昨シーズンの成績そして岡田監督の信頼度ベースで考えると岩崎投手、岩沢投手、西雄貴投手、島本投手そして梶谷投手この5人はあえての2軍スタートになるかなという風に考えましたまあ西雄貴投手も昨シーズン全体で見ると納得のいく数字じゃなかったかもしれませんが最終盤めちゃくちゃ良かったですし岡田監督が誰よりも知ってる選手ですからねで中継 4投手に関してはもうタイガースでは年長者という立場昨シーズンの成績で大事なところで起用されていたという流れを考えると調整は任せたぞと、まあ、そういう形になるかなというふうに考えます、まあ、もしこういった経験豊富なピッチャー達も1軍スタートになればちょっと人数オーバーになってしまいますからね、まあ、だからこそその分ルーキーの選手であったり初の1軍キャンプスタートの選手は大チャンス第2クールあたりまでが一つポイントになりそうです、まあ、ピッチャー野手問わず一旦紅白戦終わったあたりで入れ替えというのがあるかもしれませんしね で野手なら昨シーズン一軍スタートだった坂枝選手や島田選手は悩みました、まあ、キャッチャーに関してはもし高卒の若手二人を上に呼ぶのであればどうしても人数的に溢れちゃうかなと感じましたし外野に関しても去年前川選手が出遅れて七人スタートだったんですよねで先ほどもご紹介した通り熊谷選手や上田選手が外野を守ることができますし実際昨シーズンも外野起用があったで小野寺選手が内野を守ったりで幅が広がることを考えると外野一本の島田選手がどうなっていくか、まあ、ただセンター本職が近本選手しかい,ない ないんで外野9人で島田選手が入る可能性は全然あると思いますただ今回は去年のスタート人数をベースに41選手高橋晴と投手や藤田選手が入ってくるのであれば41選手前後かなということでお話をさせていただきました至らぬ考察ばかりかもしれませんがそろそろメンバー明らかになると思いますよかったら皆さんの予想もお聞かせくださいはいということで今回の動画では2024年春のキャンプ一軍スタートメンバー予想させていただきました、まあ、岡田監督の発言であったりそれぞれの選手に対する期待、まあ こういったもの込み込みで今回40選手前後ご紹介していきました。よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせください。ということで以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげでこの阪神情報局、チャンネル登録者5万2400人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せ、チャンネル登録者5万3000人ということで、今後とも阪神情報局、何とぞ よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホーありがとうございました。さあそろそろ発表されるであろう1軍キャンプメンバー、どの選手が名前を連ねていくのか注目していきましょう。ではまた。